大府駅は愛知県大府市中央町三丁目にある東海旅客鉄道の駅である。当駅の所属線である東海道本線と当駅を起点とする竹豊線が乗り入れ分岐駅となっている。駅番号は東海道本線が CA60, 竹豊線が CE00。東海道本線の運行形態の詳細は東海道線を参照。駅東方では 支線である、竹豊線が、比較的まっすぐ南下する一方、東海道線はやや左へカーブしているが、これはもともと、名古屋駅竹豊駅が先に開通し、後に、岡崎方面の区間が付け足されることで本線筋が変わったからである。旅客列車が発着するのは3面4線である。港内東側から、東海道線、上りホーム、竹戸予線ホーム、東海道線、 下りホームがある。1番線が上り本線、4番線が下り本線となっており、対表を行わない列車や通過列車などが使用する。東海道線の上下線に竹豊線のホームが挟まれる形となっており、竹豊線の旅客列車は駅の東方で東海道線の下り線をまたいでいる。5番線を含む構内の西側には貨物列車用の着発線。 側線が広がる。この側線群に上り、列車が侵入するために、京和駅方面には下り線への渡り線が、藍島駅方面には上下線をまたぐ、高架線がある。なお、竹豊線を通る、貨物列車は、尾張森岡駅北で分岐する線路を通っている。この分岐及び立体交差は、南方貨物線計画の一環として建設された。かつては、側線群の生端に、 有害者用の貨物ホームがあった。また、駅北西にある豊田自動食器オフ工場へ至る専用線が1970年頃まで分岐していた。駅舎と各ホームは古戦橋で連絡しており、改札口は駅舎の2階にある。改札口は古戦橋とは別の東西を貫く自由通路に面している。各ホームにエレベーター、エスカレーターがある。 大府駅の改札を出て、右斜め正面に、キオスク系列のベルマートがある。駅長、駅員配置駅である。管理駅として、東海道本線の京和駅笠寺駅間及び、竹と予線の各駅を管理している。構内には、東海警察署大府駅警察官詰め所が設置されているほか、2018年4月に、大府市健康をにぎわい、ステーションが開設された。1 4番線は、竹豊予線にはつながっておらず、東海道線の列車のみ発着、通過する。2.3番線は、竹豊予線での列車に加え、竹豊予線から、東海道線へ直通する列車、東海道線の東駅折り返し列車、東海道線の対比列車、解決を行う列車が発着する。5番線は、番線表示がない上に柵が設置されている。よって、 旅客運用が不可能なため、貨物専用線となっている。愛知県統計年間及び地帯半島の統計によれば、1日平均の乗車人員は以下の通りであった。オーフ駅東口から伸びる中央通り表現館は、東口で商店やホテルが点在している。西口には、工場や大学のキャンバスなどが存在する。人間環境大学オーフキャンパスかつては、 東口から、前後駅、地竜駅、刈谷駅、有松駅へ向かう名鉄バスも発着していた。バス路線ではないが、イタリ学館大学、緑区の緑ヶ丘自動車学校のスクールバスがここまで出ている。ありがとうございます。